はい、皆さんおはようございます。最近アルテシマゴムの話をあまりしませんね。とても寂しいです。こんなコメントが来ていましたので、アルテシマゴム語り尽くしたいと思います。はい、早速目の前に出てきましたね、アルテシマゴム。僕たくさんアルテシマゴム持っています。ウンベラータに続いて2つ目に多い種類じゃないかなと思います。たくさんたくさん買うことが多いんですけど、アルテシマゴムってとても強いんですよね。そして葉っぱいろんな大きさになります。こちらもありますね。はい、見てください、この葉っぱの大きさね。そしてちょっと弱ったらこういう風になみなみ打ちます。模様も消えちゃったりもします。あ、こちらにもありましたね。そう、こんなにゴージャスなアルテシマゴムにもなります。こういう風にアルテシマゴムっていろんな表情を見せてくれ、黄緑とライムグリーン、この2色を見てください。いろんな形で織り交ぜながら、ゴムの木の中ではとても明るい雰囲気を出してくれるフィカス系の植物なんです。寒さには非常に強く、乾燥にもかなり強いです。なので初心者の方にもとても育てやすい植物なんです。100円ショップなどにも売ってあります。耐陰性もゴムの木なのでとてもありますが、やはりこういう明るい風の入った植物なので、あまり日が当たらないところに置いてあるとこのように黄緑色の斑がなくなり、グリーンになってき、最終的には模様がなくなってきたりします。なのでなるべくね、皆さん明るいところで管理してあげましょう。もうね、これぐらいになってきたら、わからない人からしたらアルテシマゴムか何かわかりませんよね。ね、なるべくならこれぐらいのね、適正な色にしてあげた方がいいと思います。ホームセンターなんかで見たらですね、このぐらいの感じとかね、このぐらいの感じとか、いろいろあります。これは太陽の日がどれだけ当たって育ったかとかで、こういう葉っぱの感じ変わってきます。もともとこのアルテシマゴムはレンタル先に貸し出していたものなので、葉っぱはこういう感じだったんですが、室内の暗い空間だったので、こういう感じになってました。そしてこの場所でだいたい2ヶ月ぐらい今養生しています。なので上の方はですね、ここの明るい光を浴びながら新芽が出てきているので、上の方はまたこういう風に綺麗な斑が入ってきています。いろいろ表情を変えやすい植物なので、環境の変化つけてあげるとすぐ復活することができます。しかし、このもう色がですね、抜けてしまった葉っぱは、なかなかこういう風に戻ることがないので、まあ、下葉はですね、元気になくなるということがですね、結構多いです。そう、傷みやすい植物でもあります。冬場、寒さに強いとは言いましたが、アルテシマゴム、寒すぎると抹茶色になってしまうこともありますので、これ注意してください。そして耐陰性もありますが、あまりにも暗いところに置きすぎていると、斑がなくなると同時に葉っぱしなびれてくることもあります。黒くなることもあります。そういう場合はですね、皆さんもうこんな感じになったら葉っぱは落とすようにしてくださいね。再生能力はとても早いので、悪くなった葉っぱはサクッと落とす、これが大事です。そして見ていただくと分かるように、フィカス系の中でも
非常に樹液を多く出す植物なので、これね注意してください。肌が弱い人は手についたらかぶれたり腫れ上がったりすることもあります。そしてこういうふうに地面に落ちたり床に落ちたりするとベタベタになります。手もねめちゃくちゃベタベタになります。今若干ついただけでもねベタベタになって、他のものを触ったりするとこのベタベタが黒くなってきてなかなか取れないので、これはね皆さん注意するようにしてください。はい、そんなアルテシマゴムなんですけど、形はですね先ほどから見せているようにいろんな形に仕立て上げることができます。そして悪くなったとしても再生も非常に簡単です。先ほどのように葉っぱを落として枝だけにしたらいろんな形に曲げておしゃれに仕立て上げることもできます。あ、こちらの方にもありますよね。はい、こういう風にビヨン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 と伸びたアルテシマゴム、こういう風になったらくるっと曲げたりするチャンスです。あちらの方に曲げたアルテシマゴムがあります。はい、見てください。これもうね3年ぐらいこんな感じで曲げながら育てているんですけど、葉っぱがなくなって先端だけ葉っぱをつけていたらこの間の枝はなかなか葉っぱが出てきません。しかしこういうふうにあえて伸ばした後に全部枝を曲げてあげる、そしてこの枝も楽しむことができる、こういうふうな仕立て方もねできるので、アルテシマゴム成長能力非常に高いです。だからぐん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 大きくなっていきます。はい、こういうのも面白いですね。これはこちら側は葉っぱがありません、こちら側にしかありません。どんどん伸びてますね。この形を生かしたアルテシマゴムを今作ろうとしています。普通だったらこっち側にも葉っぱが出てきてもいいと思いますよね。でもなぜだかアルテシマゴムはですねこんな感じで育ちます。再生させたりカットしたりしたらいろんなところから葉っぱを出しますが、点芽を残したまま伸ばしてあげると間葉っぱ出てくることあまりありません。しかしこういうふうに曲げていると、これ曲げて2週間ぐらいなんですけど、見てください、もう新芽が出始めています。そう、これが蝶芽優勢の法則です。なので間から葉っぱが出てこない、この状態で葉っぱを出してあげたいなと思っている人はこういうふうに曲げていると蝶芽優勢の法則でこの辺から葉っぱを出すことができます。カットせずにです。これで一度ほどいてあげると皆さん葉っぱが出た枝を作ることができます。これとっても簡単です。はい、刺し芽をするとこんなに小さいアルテシマゴムを作ることもできます。鉢は小さいんですけど成長能力が早いのでもうこんなに長くなっています。面白い形ですよね。小さくて形が面白い、こういうアルテシマもね皆さん作ることができるのでやってみてください。おしぎもとても簡単です。たくさんカットしてたくさん刺す、これが増やすコツです。はい、こちらにもおしゃれな中鉢がありますよね。8号サイズぐらいですけど幹が大きいです。そしてこの大きい枝がめちゃくちゃ曲がっています。これもアルテシマゴム特有のね成長の速さと強さがあるからこういう形をね作ることができるんです。これはスクエアの鉢とかで鉢上げしてあげて飾るとめちゃくちゃかっこいいと思います。太陽の再生工場に来ました。見てください、たくさんのアルテシマが再生しています。半年前はボロボロで傷んだアルテシマゴムでした。太陽の光を浴びることによってとってもゴツゴツとして明るい負の模様をしっかりと出してくれるアルテシマゴムです。しかし
この太陽の再生工場の中でも見てください。緑の斑が入らなかったり、葉っぱが小さかったり、葉っぱが大きく展開したり、いろいろな表情を出してくれます。でも太陽の再生工場で再生させたアルテシマは、ハウスの中で育てているアルテシマゴムより見ての通り葉っぱはね、やっぱりたくさんついてピラピラピラーとします。そして葉っぱの大きさも普通より若干小さいですよね。これが太陽の光をたくさん浴びて育ったアルテシマゴムの特徴です。パッと見何か違うフィカス系のようにも見えないこともありません。太陽の光を浴びながら斑が入ってきます。部屋の中より黄色い方が若干明るく入ります。この斑の模様、世界で同じもの一つたりともありません。なので再生再生再生、これを繰り返すことにより、同じ一本のアルテシマゴムでも毎回違った表情を見せてくれます。なので皆さん、アルテシマゴムの木、とっても育てやすくて明るくお部屋をゴージャスに見せてくれる植物です。葉っぱをたくさんつけさせて、皆さんのお部屋を緑のボリュームあふれる空間にしてあげましょう。初心者の方から往年の観葉植物上級者まで、とっても楽しめる観葉植物です。フィカスアルテシマ、ぜひ育てられてみてください。100円ショップの小さいタイプからここまで大きくする、案外簡単かもしれません。それではまた。